ニオですえっ、ー、とキナフェスね終わりましてまあ今日は3月の23日というタイミングですからえー、と、室の卒業が終わり、えー、一段落ついたと言ったら変ですけど平日を迎えているという感じですねまあ今日はね残念なのはやっぱり「拳ファクトリーね」ね卒業コンサート解散コンサートまあやっぱりかとうんまあでも放送 たぶん俺も放送見る感じそもそもでしたから、まあ、そっち楽しみにしていこうってことですまたこれあの集まった本パーティーでなんていうのはあのもう相談を受けて検討してるんで近々でそのなんて言うかお知らせもいたしますじゃあまあそんな感じで今日はまずは返信動画ですねちょっと週1ぐらいでなんか やってるみたいな感じになってきてますけど、えー、とコメントくれた方々の返信ちょっとまあ今日気づいたところみたいなのをいくつか上げていきますんで、えー、とお付き合いいただければと思いますまあハローの話だったりいろんな歴史の引用歴史ってちょっと大げさだけどとかもしていくんで、まあ、楽しみにしてくださいじゃあまずいきますねえっ、ー、とこれはあーもうそうモーニング娘。のグッズ動画ねモーニング娘 .20 グッズ動画でえっ、ー、とこれ書いたら結構ね モーニングくとバットがやたら来るんだけど、まあそれはいいとして、えっ、ー、とコメントくれた方は読みましょう。あ、そこの名前がよく、うん、これはアリス側稔をみのうさんでいいのかな？ありがとうございます。えっ、ー、と読みますね。モーニング女学院とか聞いてると、あかねちんも結構ふざけたがりなメンバーなので、今回のまーちゃんとの絡み方や周りの反応もいつも通りだなと感じてました。 いつも通りなのでファンも分かっているのでスタッフもとって出しに近い形で公開してくれたんだと思います、えー、ここの個性がちゃんと発揮されてグループとして空気感わちゃわちゃ感が伝わって楽しく見ることができました邦夫さんもメンバーの性格を分かった上で今回の話をしてくれたと思います一方でアンチコメをしている人たちですがマナー違反をしている人に対して物申したくなる人と同じ心理かなと思いました佐藤正樹だから 墓ネだからではなく一般論として人が話している時はちゃんと聞くというマナーを守れていなかったためついつい一言物申したくなってしまった人たちが過激な言葉を使ったり個人攻撃のような形でコメントしたりしたためこのような形になっちゃったのかなと思いましたでも邦雄さんのコメントするファン心理は「寂しいから」という点で野球ファンに届いているところは自分にない発想だった上に分かるなって感じだったのでとても納得できました。 お酒、えー、飲みながらのコメントで文章が尻滅裂だったらすいません。毎日動画投稿は楽しみにしてます。ありがとうございます。もう全然尻滅裂じゃないです。もう僕が飲んでる時の方が恥ずかしいみたいな。<laughs> まあ、えっ、ー、と、じゃあありがとう、えーと。この話、このコメントに関してちょっといくつか、あと僕なりのアンサーを出しますね。まずね、えっ、ー、とね、 この説明、僕、ラジオとかねあの、他の番組もだけど、全部見てるわけじゃないから、まあ、大体、タイにタイにハローステー、えー、っと、なんだっけ、おまけチャンネル、それともう一個あったよな、確かな、まだそんな感じですよ。それ見て、まあ、あと、ラジオとかも、話題になったのとかはね、あの、ツイッターとかで拾いながら見てたりするんですけど、あ、聞いてたりするんですけど、まあ、そんなもんですよ。で ふざけね、このねふざけたがりメンバー俺い,いていいと思うんだけどねなんか一日上げ足取ってさねディスったってしゃあねえじゃんっつー感じっすよ、うん、だからまあまあこれはファンだったらこのまーちゃんとかあかねちんのやり取りなんていうのはまあ楽しみどころってことっすよね。うん、ここわかります であアンチコメっていうのも,もう俺なんかたま,まだしつこく回答してたんだけど俺ここ23日見てないけどす,すごいよねうんみんなこれは本当に、うん、この後につながるけどやっぱ寂しいからっすよねなんかやることないと2通りいると思うんすけどね人間ってやることなかったり何ていうの時間もたましたら。 まあ自,分自分で何て言うの新しいものとか作り上げていったりとかってその創作系に入る人とかあと勉強ねちゃ着々としていく人となんか今まで言わない忙しかったら言わなかったようなことをこの発言しだす人とかってねなんか後者の方はあんま生産的じゃない気がするけどね。なんて思いました。でそうね僕野球た例えが多いって言われちゃうけど。 似てんのよ。野球とハロー。もう構造から何から。うん。だから、わかんない人は申し訳ないと思うんだけど、まあ、ちゃんと野球立てたというやつもしっかりやりますんで、その辺もお付き合いいただければと思ってます。ね。じゃあ、そんな感じで、ありがとうございました。で、もう一個の方の動画で、このモーニング娘。のグッズのやつかなにコメントくれた方々いきましょう。えっ、ー、と、あ、これいつもありがとうございます。風大左衛門さんね。 えー,とマーちゃん、はーちゃん、めいちゃん3人とも北海道メンバーですね。ファンの心を揺さぶる何かがある逸材を発掘したわけです。発掘した人からするとしてやったりという気持ちではないかと思います。他の都道府県出身のメンバーはいくらグループ内で行儀よくしていても話題の人にならないというふうに考えてほしいなと思います。芸能人は目立ってなんんぼです例えば安清の安さんは 本当は誰よりも真面目な人ながら目立つためにやんちゃキャラを演じていたらしいですしということですねありがとうございますこれはねもうそのままもうほんとそうですよね芸能人っていうなんかねハロメンってねこれジュースのメンバーとかって発言聞いてると芸能人だと鬼たちんなんか思ってないっぽい不思議な自覚なんですけどなんかな謎自覚なんですけど あの明らかにハローのメンバー芸能人ですからね。<laughs> ねでそ,それがゆえになんか個性ってもう後で替えのきかないキャラクターとかね替えのきかない財産っすよ。でその財産を奪おうとしてる行為でしょこのコメントしてなんか真面目にやれとかダンスまんあまあ合わせろとか合わせないでももうキャラ確定してそこでもうブランドになってんだもん。 合わせたらブランドなくなななくくるるこのままでいいんですもうそう同じこと思いますでこのねお笑い芸人となんかハローってね野球もそうだけどお笑い芸人とかともう例えやすいところあるかもしんないね。で前に出た分っていうのがちゃんと自分のところに帰ってくるっていう意味ではなんか幸せなチームグループにいるのかなと思います。ちょうどいい知名度というかねこの辺は意見分かれんすよ。 今のハローぐらいがちょうどいいという人といやいやあのケだったり乃木坂ねそれこそなんていうかももクロでもいいけどそういうところのポジションっていうのをもう求めるというか要求する人たちていると思うんですけど、まあ、僕はこれハローは宝塚方面にシフトしているっていうのがもう何年も前から明らかなんで、まあ、これでいいと思いますけどね。 ね、で電通にいっぱいお金払わなくてもいいわけだから、まあ、余計なこと言いそうなんでこの辺にしましょうありがとうございました <laughs> じゃあ続いてえー、とこれ騎馬敬語退散これもよくこの方もよくあのコメントありがとうございますえっ、ー、とこの動画見てからその動画見ましたようーん面白そうにしてるなにしか思えない最高めまたあれから23回見て確認したけどお笑い的なところで判断すれば3回で終わればよかったんでしょ 貝多いってことだからあれでぐちぐち米を入れて拡散してイメージを落とすことしかイメージ落としすることが目的ですから丸水のと炎上と同じ匂いおおうんうん面白そうにしてるしか見えないが平和な取り方っすね。うん 僕でもこれな何やったってこういう文句言う人は何やったって言ってくるんですよ、うんもうそ。存在を否定したい人ってい少なからずいますからね。ですよでこれはもういい炎上っていうのは一つでその炎上によって前の動画でも言ったんですけどコマーシャルになりゃいいんですよ。だってこの人たちはこれで物売ってるわけだからこれで拡散力あった方がいいんだからまずこれはもうおいしいんです。 で悪い炎上の2つ目っていうのはあ悪い炎上とか炎上のダメなのっていう例になると思うんだけどあのき人のもう根本をなんか否定して傷つけることこれ誰も本当に誰も得しないんで,でちょっと考えれば自分が逆だったらでも全部答え出てるのにね逆だったら嫌じゃんで答え出てんだけどねまあやめましょう <laughs> そういうふうに思いましたありがとうございます はいじゃあもう一個いっちゃおうかな、うん、あこれ一こう室のね昨日卒業だったですから室のあのー、ちょっと特集をねやってくださいなんて言ってくれる方がいてそこで今の話せる範囲だけでどんとまとめた動画を出したんですけどまあそれのコメント頂い,いてるんでお返ししますあまたこれ風邪大罪もさありがとうございますねえー、っと室丹は卒業公演ではそらく泣かなそうですね 次のビジョンが明確に見えている人は基本的には泣かないのかなと想像しますあやちょまろにスマイレージ加入を告げられた時はボロボロ泣いていたことを思うと,おと感慨深いです同じ年齢のひ一般の人よりも早く大人になった感じまあ泣かないってわけにはね行 <laughs> かなかった結果だと思いますけどねうんでも明るくねねちょっとあのなんつうか 誰かが、それこそ芸人の人が書いてたけど何だっけ婦人服的な <laughs> レオタードみたいなことあれあれでね卒業できるのすごいよね、うん、なんか余裕 <laughs>、うん、自信ある感じでした、うんまあ公演自体はもも良かったですしね室は昨日 なななんんかかやれるやるべきこととれたんじゃないかなと思う、まあ、残念なのは当然その場を生で僕らが体感できなかったことだけどムロ、うん、らしいなって,、ね、って感じですねじゃあ続いてアンドピースラブさんもう明日ですね何が悲しいってアンジェムの楽曲からムロの歌声がなくなってしまうことがまだまだ想像できないです次のシングルで実現するんでしょうねそれよりも彼女のソロ曲 はないと思われますか最後に聞きたいのに <laughs> ありましたね。<laughs> ね。まあぶ無難なところだったっすけどね。あれなんか音源化されてるね出てくるってことですからもうされてるのかなちょっとあのチェック甘いですけどまあそれまた聞いてね照らし合わせたりなんかしましょうよ。そんな感じかな。 ね、あとこれこれ室の歌声がなくなってしまうことがまだまだ想像できないです。同じ今も今同じじ今今もでもまあね何でか知んないけど格好のいろんなグループメンバーって慣れてきちゃうんですよねいなくなったらいなくなったでの形がこう積み上げられますからそこに対してもですし室、まあ、いなくて寂しいなもそうですし。 いい意味でこのアンジュルムの未来っていうのを見つめられるっていうのがこの2020年の3月っていろいろありすぎてるけどまあそういう風なので印象深い月になるんじゃないですかねまあ僕もふ皆さんにとってねそんなふうに思いましたありがとうございますじゃあ続いてえー あこれ僕の動画に一個突っ込んでくれてんだこの前の室田の時の動画で、えっと、ハロステとか言ってたっけどタイニータイニーで言ってる七転び八起きで室ロが歌からダンスにシフトしたっていうふうに言ってたこれもうナイス補足ありがとうございますじゃあ続いていきましょうえっ、ー、とこれは上村銀次郎さんありがとうございますえっ、ー、と室田のポテンシャルはハロでもトップクラスでしたね そしてこれからのアンジュルムの未来は明るくあってほしい現場メンバーもそうですが新メンバーにもかなり期待したいですうん的確ですね新メンバーね,ねこの構造でどうするんでしょうね研修生から入れないわけにはもういけいかないと思いますよそれとやっぱどうしても気になるのはレイレイどこ行くんだよですよね これまたちょっと近々で拳であげようと思ってるんですけど動画ねその時に喋ろうと思ったんだけど今ちょっとあの女,女装みたいな感じでちょっとお話しとくと昨日のねひなフェス見てでまあまあ最近のあのいろんな卒業特集系の特に「タイニータイニー」かなのレイレイの感じ見てるとなんかしんねえけど俺一番ないと思って ってたんだけどうんちょっとこうなんつうの椿ファクトリーの名案じゃねえかとか一瞬思いましたまあでもあの安住入れるだろうねどうですかねアンジュ入れないとうーん技術的なものとかいろんなものの逆算だったら絶対安ンなんですよ で単々にカラーを動かすので楽だっつったらジュースなんですよ。でもジュースってあの力量足りてんのよでアンジュはもういくつか目に見えてあの薄くなるって言い方になりますね。薄くなるポイントがもうあるんでそこは今入ってくる後輩のためにもレイレイってもう若くてスキルがあるからレイレイ入れてやるのが後輩のためかなとは思うけどレイレイのためかどうかだよね。 あとアンジュルムのためなのかどうかっていうところとかねなんかそういうとこいろいろ考える今のアンジュルムのためっていうのは今アンジュで中堅にいるメンバーのためかどうかってことねうんこの辺は今考えるの面白い1週10日ぐらいですかもう発表されるだろうから1週間ちょっとかね、まあ、33033141には発表されるでしょう、まあ、そんな1週間に入ってるのかなと思います さああじゃあコメント開始動画今日この辺にししてままとめましょう、えー、と3月23週タイミングですから新たなねアローのやっぱ発表ってちょっと延期延期っていうことになってるなってがちですけどそうプロ野球も4月24っていう、ね、ことになってますから、ね、そこまでの、ね、コンサートどうなのかっていうのはありますけどもまあ僕らがやれることというのは重ねてになりますけどこの期間に。 まあ僕も時間あるんでいろんな過去の動画なんてハローのねものを見れてたりするしあと時間ないところで言うとライブハウスとか飲食業系のところの本当にこ,こで見てる人ごめんなさい相談もらってるんですけど順番にあのやってますからちょっとそっちの方はも申し訳ないなと思いながらでも確実にあのそっち系もやりますなどお願いしますっていうこととえ合わせてで。 まあ新たな形というかこのタイミングだからできるハローの作品の付き合い方みたいなことを深めていこうとなんかあの広げていこうと両方でやっていきたいと思ってます。でひとまず今日の国オチャンネルはこんな感じでレッスン動画あ中心でございました。またねえっ、ー、ともう一本撮るかもしれないけどちょっとやることやってから時間あったらもうちょっと感じにしましょう。じゃあありがとねー。